おはようございます。うつ目美容室の武田です。今日はファンデーションの塗り方をご紹介します。今化粧水をつけてオールインワンのジェルでお肌を整えた状態です。でまず下地ですね。まずおでこ、小鼻、両頬、顎下のこの5点に置いてそこを黒点に伸ばしていきます。この指を使って伸ばします。第二関節分ぐらいですね。よく人差し指使う人いるんですけど、これだとタッチが強すぎるのでこの指使ってくださいね。ピンクのベースはお肌を可愛い印象に作り上げてくれます。黄みのあるベースはお肌を健康的な印象に見せてくれます。紫のベースはお肌を上品な印象に仕上げてくれますね。赤みが気になる人はグリーンを使ってください。ただしグリーンは、お肌全体ではなく赤みが気になるこういったところの部分だけですね。全体に伸ばしちゃうととっても肌色がズドンと落ちてしまうので気をつけてください。はい、じゃあ下地がまんべんなく塗れました。この小鼻のテカリや、毛穴が開いてる人は、その毛穴をカバーするためのに必要なこういうスティック状の、下地、ちょっと硬いやつですね。これを塗ってカバーしてあげます。毛穴の気になる頬の部分や、皮脂が出やすいこの小鼻の部分ですねに塗ってカバーしてあげてください。毛穴のカバー、皮脂の抑制効果のある下地です。で、ファンデーション塗っていきますね。で、今日は、クリームタイプのファンデーションです。まずお肌を明るく見せたいのはこの目の下と小鼻のこの三角形ですね。ここが明るくなったらお肌全体の印象がパーッと明るくなります。これを同じトーンでずっとこの顔の際までいっちゃうから真っ白になっちゃって首との境目とかもすごく目立ってしまうので、ここを明るくしようと思って、だからファンデーションの量ここが一番多いですね。で、小鼻、ここは崩れやすいところなので控えめにします。おでこもそうですね。ここにたくさん塗っちゃうと崩れ方が大きくなったり早くなっちゃったりするので、ここは控えめです。ここはしっかり塗るところです。で、まず手でさっきの下地と同じように伸ばしていきますね。このまぶたの部分もよくまばたきするところだったり、皮膚が薄いところなので寄りやすいところです。ここも量は控えめにしましょうね。で、指で全体に伸ばせたかなと思ったらスポンジを使って今度は伸ばしていきます。で、このスポンジ使わない人多いんですけど、指だけでやると肌に密着してない状態で、お肌の上でファンデーションが上ずってる状態なんですね。だから崩れるのが早いし大きいんです。で、スポンジはじゃあ何で使うのって言ったら、今指で伸ばしたファンデーションの筋、ムラをこう均一にしてくれるっていうのと、このスポンジがいらない油分を取ってくれるので、崩れ方がちょっと軽減される、そういう役目があるので必ずスポンジは使ってください。この時注意したいのはここからグーってこっちまでグーって力強く引っ張っちゃうと、せっかくここにこう、強めに乗せてたファンデーションがこっちにグーってずれてきちゃうんですね。なので結構上を滑らせるぐらいのタッチでスポンジを使ってます。全体がなんとなくムラが取れたなと思ったら今度はプッシュ
プッシュして密着させていってあげます。これで肌とファンデーションの、がピタッとくっつくことでツヤが良くなったりするんですね。はい、これが基本のファンデーションの塗り方です。この後、ハイライト、ローライトを入れる方はこの後入れたりとか、コンシーラー使ったりとかする方はこの後です。でそれが全部終わったらお粉に移ります。まずはファンデーションの基本の塗り方でした。